明治大学短期大学は東京都千代田区神田駿河台一の一に本部を置いていた日本の私立大学である。1950年に設置され、2007年に廃止された。大学の略称は名探及び明大短大部。学生募集は2003年度まで。2004年に明治大学は情報コミュニケーション学部を設置したため、短期大学は 情報コミュニケーション学部に改祖され2007年11月2日をもってその歴史に幕を下ろした。この項目では前身たる明治大学専門部女子部及び明治女子専門学校についても扱う。女子部開校式明治大学短期大学の前身は1929年に設置された明治大学専門部女子部である。1927年に 明大法学部教授会で専門部、女子法科設置案が提起され、翌年4月に文部省の設置認可を得た。同年10月の将棋委員会で異論が出たこともあって、実際の開校は1929年にずれ込んだが、学科は法科と商科の2科となり、名称も女子部と改められた。我が国における女子教育は、両妻権法を作るはもちろんであるけれども、 全自時,時代の変遷に伴い、非女子も、また家庭のみにあることを許さず、あるいは、観光理となり、あるいは会社員となり、その他諸般の事業に従事することとなり、また従事しなければならぬことのなり、その家庭にある女子のためには、旧来の教育にてあしれるも、家庭外広く諸般の事業に従事する女子のためには、両裁憲法を作る教育以外その職業に必要なる基礎知識、 特に法律、経済及び商業等の学識を熟るは実に時代の要求であると言いはなければならぬ。しかるに各種の職業に従事する女子は、その基礎知識を欠くがため、向上発展することを得ず、その善とを思うときは真に同情に耐えざるものがある、ばかりでなく、社会問題としても、またこれが対策を講ずるの必要がある。かの近く女子にも弁護士資格を与え、 衆議院議員の選挙資格及び非選挙資格を与えられることとなるべく、また文官高等試験令に禁止がないから、遠からずその試験を受けくることを許されるものと、真図。欧米の文化国におては、女子の幸福を増進するためその必要なる、教育の準備をなさざるものはない。しかるに、我国におては何らの準備なきは、女子の不幸はもちろん、国家発展上真に遺憾なることである。 ここにおて、我が明治大学は率先して女子部を新設し、大いに女子の天品の才能を啓発し、その向上発展を図り、天与の幸福に抑制しめて、国家社会に貢献せんとするのである。女子部設立主意書時代を先取りした女子専門教育の誕生ではあったが、定員350名に対して入学者数は伸び悩み、1937年には、 廃止論が浮上したこともあった。それでも1940年に、組合、三淵義子、中田雅子が日本初の女性弁護士となり、1949年には三淵義子と石渡道子が日本初の女性裁判官になるなど、女子放送会の先駆者としての功績は大きい。明治女子専門学校は、戦後の学生改革時に、 短期大学部へと改編された。その裏には連合国軍総司令部参加の民間情報教育局担当官、ルルホームズの助言と指導があった。女子部学生による模擬裁判、中田雅子学科当初、設けられていた学科設置計画のあった学科専攻壁化取得資格について、大学関係者出身者駿河台12号館、カナダイギリス。ありがとうございます。